ロード画面はプログラムがロード中、または初期化中にコンピュータプログラムが表示する画像を指す。初期のゲームではロード画面はゲーム内グラフィックスにしばしば必要とされる技術的な制限なしにグラフィックアーティストが創造的となる機械でもあった。この間、描画ユーティリティも制限されていた。ズーム機能を備えた数少ない8ビットスクリーンユーティリティの一つである。 メルボルンドローはチョイス4アーティストのプログラムの一つだった。ロード画面はコンピュータゲームでは一般的なままであるが、バックグラウンドでのロードは現在多くのゲーム、特にオープンワールド作品でゲームを普通に進む際のロード画面を排除するために用いられており、ワープやファストトラベルの利用時のみロード画面が現れる。プログラムのロードにかかる時間の長さを隠す。 ロード画面は、ロードに5分以上かかりうる、カセットテープからのゲームのロード時によく見られた。現在、ほとんどのゲームはデジタルでダウンロードされており、ハードドライブからロードされるためロード時間が短縮されるが、一部のゲームは、過去の時期メディアよりも高速な光ディスクからもロードされるが、ラムでゲームを初期化するのにかかる時間を隠す、ロード画面は未だに搭載されている。 ロード画面のデータ自体もメディアから読み取る必要がある。ため、実際には、ロード画面は、全体のロード時間を長くさせる。例えば、ZX スペクトラムのゲームの場合、画面データは 6KB であり、これは、ロード画面のない、同じゲームと比べて、ロード時間が約13%増加することを表す。Ubuntu Operating System の進行状況を表示する。 ロード画面ロード画面は性的な画像である必要はない。一部のロード画面には実際にロードされたデータ量を示すプログレスバーやカウントダウンのタイマーが表示される。他のロード画面はユーザーが読む情報を提供するブリーフィング画面を兼ねている。この情報はストーリーテリング及びまたはエンターテインメント用のためだけに存在する場合がある。またはゲームのミッション目標など ロード完了時に有用な情報をユーザーに提供できる場合もある。一部のゲーム、特にコモドール64用のスコディンアタックと ZX スペクトラム用のジョーブレード2では、ロード画面にミニゲームも搭載している。よく知られているロード中ゲームの一つがインベード A ロードである。もう一つの例は、ドタニのザ・ショップキーパーズクイズがあり、これはロード画面というより、 ゲーム検索画面に類似する。ナムコは、ロード画面中に、プレイ可能なミニゲームを使用している。その例として、同社の初期のプレイステーション用作品の多くを最初に、起動した、際のロード画面で遊べる同社の様々な古い、アーケードゲームを搭載していた。今日でも、鉄拳後などの同社のプレイステーションに用ゲームは、ゲームを最初に起動している間も引き続きゲームを、用いて、 ユーザーが手持ち無沙汰にならないようにしている。先行技術のインベード A ロードがあるにもかかわらず、ナムコは1995年に特許を出願した企業がロード画面でミニゲームをプレイ可能にすることを防いでいた。最近の EA スポーツのゲームではウォームアップセッションが行われている。例えば、FIFA11 ではソロでのフリーキック、NBA ライブ10では2プレイヤーによる、 シュートアウトがゲームのロード時に行える。NBA ライブレ8は4プレイヤー用の一般的な知識クイズがある。MXVS、ATV、アンテームドはプレイヤーがテストコースでフリーライドセッションに参加できるようにしている。Call of Duty、World at a l のような一部のゲームではゲームがバックグラウンドでロード中にステージの概要を説明する映像が流れ。 ステージのロードが完了すると通常は残りの映像をスキップできるようになる。レッドファクション、ゲリラは時事後に重要になる出来事の余地やゲームの世界に関するちょっとした情報を伝えるニュース報道が流れることから映像は必ずしもステージで起きていることには当てはまらない。コモドール64ではテープのロード画面はマシンの高度なシドサウンドチップを利用した。 チップチューン形式の音楽を特徴としていたことが多かった。ありがとうございます。